回ご紹介するのは、冷凍うどんを中心とした冷凍食品やパックご飯の製造・販売を手掛けるテーブルマーク株式会社魚沼水の里工場です。平成22年に稼働を開始したこちらの工場では、冷凍うどんとパックご飯の製造を行っています。現在150人の従業員が働いており、ここで作られた商品は地元スーパーやドラッグストアはもちろん、全国の食卓へと届けられています。まずここの地を選んだ理由ですけども、まあ、やはり魚沼の水ですね。この地はですね、水の里100選にも、まあ、選ばれたというところもありまして、そういった良質な水をですね、うどんを、まあ、茹でるだとか、お米ご飯を炊くだとか、そういったところにですね、非常に効果的であるというところで、まずこの地を選びました。あとですね、物流関係ですね。近くに関越自動車道のスマートインターあります、大和スマートインターがありますので、まあ、そういったところでですね、首都圏へのアクセスが非常に良いというところもありまして、まあ、この水の里工場で、できた、まあ、うどんですとか、パックご飯をですね、関東エリアに、スムーズに運ぶことができるというところもありまして、この地を選んでおります。この工場で作られている主な製品を教えていただいていいですか。はい、はい、まずこちら、用意してあります、パックご飯になります。こちらコシヒカリ、のパックご飯になってます。それとですね、真ん中にございますさぬきうどんですね、こちら、この水の里工場で主力の製品となっております。でさらにこちら側ですね、稲庭風うどんとなります。こちら細うどんとなってまして、夏場ですね、ざるうどんとかで食べられると非常に美味しく、いただくことができます。これらの製品をじゃあ豊富な水を生かしてここで加工していると。はい、そういうことになりますね。ということですね。豊富な水と、その水の水質、軟水ということもありまして、やはりその軟水がですね、こういったお米ですとか、うどんの小麦粉ですとか、そういった素材、をですね、非常に何でしょうね、生かした状態で作られますと。さらにこの魚沼水の里のこの地区ですと、高度13というところで非常にさらに軟水度が高いと、まあ、そういったところでも非常に、素材を生かすというところはいいのかなと思っております。ありがとうございます。じゃあすみません、ちょっと話変えさせてもらって、この工場ので働いている従業員さんの数とかって、はい、何人ぐらいで、現在ですね、152名、在籍しております。魚沼市、南魚沼市離れるとやはり十日町もいますし、まあ、小千谷であったり長岡から来ている方もいます、ね。製造部、まあ、製造工程で、実際に働いている方がですね、大体、120名ほどおります。で、残りの30名ぐらいがですね、間接部門、まあ、事務系のお仕事であったりとか、まあ、それ総務ですね、あと品質管理担当するものであったりとか、あと公務関係ですね、まあ、保全、ユーティリティ関係を、いろいろ整備している部署もございます。パックご飯の主な工程を教えていただけますか。はい、ですね、弊社のパックご飯はですね、トレー、この容器に入った状態で、お米を炊き上げるという製法になります。この良質な水でですね、お米をまず洗います。で、洗われたお米がですね、浸積されて、そのお米がこの容器、トレーというものに充填されます。釜炊きと違いまして、トレーの容器の中で炊き上げますので、ムラなく炊き上がるというところもメリットの一つであります。炊き上げる方法もですね、弊社のパックご飯はですね、2段階加熱という製法で、炊き上げております。まず一つ目がですね、加圧加熱というところでですね、
お米が、精米されたお米がこのトレーに充填された状態で一旦、熱を加えます。でその後に、炊き水を入れて、次の2段階加熱の2つ目ですね、蒸気炊飯によって、お米全体をふっくらと、炊き上げるというような製法で作っております。この水の里工場ですと、2ラインございまして、16,000食、1時間あたりに16,000食、できる生産ラインとなってます。このパックご飯なんですけども、全国的に、シェアは上位の方を占めておりまして、この魚沼水の里工場と、南魚沼市にございます、新潟魚沼工場、の方でもこのパックご飯、生産しておりまして、まあ、合わせて、テーブルマークの中ではですね、ほぼほぼこの2工場で、このパックご飯を、生産しているという形になります。じゃあ、続いてうどんになりますけども、まず、小麦粉と、塩水を、混ぜ合わせて練り込むミキシングという工程がございます。で、このミキシングですけども、真空状態で、うどんの小麦粉、食塩水を混ぜることによって生地を作っております。で、真空にする理由の一つがですね、やはり空気を抜くというところがあります。で、空気を抜くことによって、その生地内にですね、水が浸透しやすくなるというところで、真空ミキシングという機械を使ってですね、うどん生地をまず作っています。続いてじゃあカットに、なります。カット方法として包丁切りというカット方法があります。この包丁切りはですね、本当の包丁を、高速回転で麺を一本一本カットしていますので、非常に麺に角が立ちます。で、その角が立つのは何がいいのかって言いますと、おだし、つゆですね、うどんにつゆが絡みやすくなりますので、つゆも美味しく、いただけるというところで包丁切りのメリットが、ございます。続いて、茹で工程がありまして、茹で工程はですね、大釜っていう、大きなお釜の中でですね、釜の中で、大量のお湯を使った状態の中で、うどんを踊らせながら、茹でております。本当の職人さんがうどんを茹でると同じような大釜のタイプで茹でておりますので、うどん一本一本、中の方まで、非常に水分が浸透しやすいような茹で方となって、表面が柔らかくつるつる感が出て、中にしっかりコシが残るような製法で茹でております。で、続いての工程が凍結工程になります。いわゆるフリーザーという庫内に出来上がったうどんが入りまして、急速凍結をします。やはり冷凍食品の一番おいしくなる理由の一つとしてですね、出来上がったそのままの状態を急速で凍結するというところがですね、一番冷凍食品にとっては味を損なわない製法なのかというふうに思ってます。この水の里工場では、うどんが7ライン、ございまして、1時間あたりに69,000食、できる生産ラインで、なってます。そうですね、工場見学の方も、今も募集しております。この水の里工場はですね、生産ラインが、一直線に、できている製造、原料の受け入れから製品の出来上がりまでがですね、一直線に状態できてますので、その、生産ラインの、パックご飯と、うどんのラインの中間にですね、その工場見学の、ルートがございます。ですので、両方の生産工程を、製造の製品の頭の方からですね、包装されるところまで、工程をすべて見ることができます。はい、この魚沼の水で作った、弊社の、製品ですね、この市内のスーパーですとか、ドラッグストア等で、お買い求めできますので、ぜひ皆さん買っていただければと思いますので、よろしくお願いします。